こんにちは、夏倉のクラフトバンドチャンネルです。今回はダイソーのペーパークラフトが6メートルから 4.5 メートルに変更になったということで、 4.5 メートルでできるカゴの作り方を紹介したいと思います。サイズはこのダイソーのキットと同じカゴのサイズですが、作り方が途中若干変わっております。初心者でも作りやすい、失敗しにくい作り方を紹介しておりますので、最後までご覧になってみてください。カゴの側面の編み方は3本幅で少し細めの紐で編むタイプと、6本幅で少し太めの紐で編むタイプ、2種類紹介しておりますので、最後までご覧になってぜひ作ってみてください。また左のカゴのように蓋がついているタイプのものも、次の動画で蓋の作り方を紹介したいと思いますので、次の動画も参考にしてみてください。それでは早速作っていきます。サイズ表はご覧の通りになります。後で動画を止めてゆっくりご覧になってみてください。あと概要欄にもサイズ表を載せておきたいと思います。そちらも参考にしてみてください。まず横紐をカットしていきます。27センチを3本12本幅でカットします。27センチを3本カットすることができたら、それを半分に裂いていきます。紐は12本幅なので6本幅は半分になります。ハサミで切り込みを5センチ3センチから5センチほど入れて、その隙間に PP バンドを挟んで裂いていきます。 PP バンドは段ボールを梱包する紐として使われているプラスチックの紐です。そちらを5センチほどカットして短くして、それを裂く道具として使っています。この PP バンドがない方はプラスチックのカードなどでも裂くことができると思います。紐をすべてカットできたら、まっすぐにしごいてまっすぐにしていきます。次に横紐 B をカットします。12センチを12本幅で3本まずカットします。12センチをカットできたら、3本カットできたら、それをまた半分に6本幅に裂いていきます。半分に切り込みを入れて PP バンドで同じように裂いていきます。次に両面テープを10センチほど縦に貼ります。その後に横紐 B、横紐 A の順に紐を両面テープの上に貼っていきます。敷き詰めるように隙間が埋まるように BA、BA という順番で貼っていきます。最後は短い B の紐、横紐 B で終わります。次に始末紐 8.5 センチ12本幅のものを半分にカットして両端に貼っていきます。横紐の両端に横紐を固定するようにボンドを塗って貼っていきます。ボンドは全体的にしっかり塗って横紐をしっかり留められるように貼っていきます。しっかり貼ることができたら、今度はその前にちょっと長かったのでカットします。そっと手を下に添えて裏返しします。裏返しをしてから両端にボンドを塗っていきます。縦紐23センチの紐を7本6本幅で使っていきます。縦紐のうち2本を先端を合わせて中心を見つけたら、縦紐の中心が矢印のこの横紐の長い横紐の真ん中の位置に来るように合わせます。
右側も同様に縦紐を半分に折って中心を見つけたら、それを横紐の真ん中の横紐に合わせて貼っていきます。貼れたら再度そっと裏返して表に返して、始末紐が見える状態にします。縦紐23センチのうちの残りの5本を編んでいきます。2本重ねて持って横紐の上下上下という順に編んで、2本が編めたら左右にそれを分けて、続いて2本またさらに重ねて持ったら下上下上の順番に編んでいきます。交互に互い違いになるように編んでいきます。左右に分けて、最後の残りの1本は1本だけで編んでいきます。左手で横紐を押したりへこませたりしながら編んでいきます。縦紐が持ち上げられる箇所にボンドを塗っていきます。縦紐の間隔を整えてから、縦紐が持ち上げられる位置に箇所にボンドを塗って、縦紐が編んでいる途中でずれないように固定します。両面テープはもう使わないのでテーブルから剥がしていただいて結構です。次に紐をすべて立ち上げていきます。定規などを当てて紐を180度パタンと倒して折っていきます。定規を当てると立ち上げやすいです。ここから編み方を2通り紹介いたします。まず最初は追いかけ編み。追いかけ編みは編み目が細かいです。ただまっすぐ編むのは初心者の方は少し難易度高めになります。2番目に編み紐、キラ編みで編む方法です。2段目以降は輪っかにして編むので初心者にもこちらの方がおすすめです。まずはダイソーのキットのように追いかけ編みで編んでみたいと思います。ダイソーの場合は2本幅で編んでいたんですが、3本幅で編んでみたいと思います。まず12本幅の紐を2メートルにカットし、それを4等分、3本幅に隙間をスリットを入れて3本幅に裂いていきます。ダイソーのレシピでは2本幅なんですが、簡単にするために3本幅で編んでみたいと思います。 PP バンドと紐を垂直にしてゆっくり裂くと綺麗に裂くことができます。すごく裂くのが楽しいのでスピードを出してしまいがちなんですが、そうするとささくれのようになってしまう可能性があるので少しゆっくりめに裂いてみてください。次に2本の先端にボンドを塗って、1本は真ん中の縦紐の裏に貼ります。洗濯バサミで先端を留めて、2本目の先端もその真ん中の隣の左側の左隣の縦紐の裏にボンドを塗って洗濯バサミで固定して留めておきます。3本幅の紐2本を今度は互い違いに編んでいきます。下の紐と上の紐はねじらず、そのまま下の紐は下のまま、下の段を編み、上の紐は上の段を互い違いになるように編んでいきます。角に来たら角はしっかり編み紐を折って編んでいきます。隙間ができないように角を折って編みます。角はずれやすいので洗濯バサミで留めておきます。
途中で紐が足りなくなると思うので、足りなくなったら紐を追加していきます。縦紐の前で紐をカットします。編み紐にボンドを塗って、新しい編み紐、残りの編み紐を追加します。新しい編み紐の先端が縦紐の裏にちょうど隠れるように、紐を滑り込ませるように、ちょっと縦紐の裏に先端が行くように洗濯バサミで固定して留めておきます。2本で8周、合計で18段、2本で8周、合計で16段編むことができたら、編み始めの上あたりで余分をカットします。下の紐と上の紐をそれぞれカットします。カットしたらボンドを編み紐の先端に 1.5 センチほど塗って、その紐を内側に移動し、洗濯バサミで固定して貼っておきます。続いて縦紐を7ミリくらい残してカットします。縁紐を貼れる分、6本幅の縁紐を貼る分の7ミリです。その7ミリすべて切ることができたら、そこにボンドを塗って縁紐を貼っていきます。編み紐に重ならないように丁寧に貼っていきます。縁紐は45センチの紐が6本幅で2本必要です。洗濯バサミで順番に固定して留めていきます。隙間ができないように洗濯バサミで1個ずつ丁寧に貼っていきます。最初と最後は重ねて貼ります。今回この動画を撮った時はダイソーのキットの表示通りの50センチでカットしたので、ちょっと重なりが長い状態になっていますが、45センチで十分足りたので、表示ではレシピには45センチ、サイズ表には45センチというふうに記載しています。なので重なった部分は3センチくらいになると思います。内側にも縁紐を貼っていきます。外側の縁紐を貼った位置とは反対側のところから始めていきます。内側も重なる部分にボンドを塗って固定していきます。これで追いかけ編みのかごが完成しました。2番目、平編みで編む場合を紹介したいと思います。編み目が3本幅から6本幅になり、編みやすくなります。紐をすべて立ち上げるところまでは同じです。
編み紐から違います。45センチの紐を8本6本幅で必要なので、4本最初に12本幅で切った後に半分に6本幅に裂いて編んでいきます。縦紐左から2番目の裏に編み紐の先端がくるように洗濯バサミで留めます。表裏表裏という風に互い違いになるように編んでいきます。角はしっかり折って隙間ができないように編んでいきます。編み終わりにボンドを塗って編み始めの裏に重ねて貼ります。縦紐の裏にはボンドがつかないように気をつけながら貼ります。編み紐同士を貼り付けていきます。少し待ってボンドが乾いてきたら重なった部分の長さを測ります。重なった部分の長さは人によって違うので必ずご自身で測ってみてください。私は今回 3.2 センチくらいの重なった部分があったので 3.2 センチボンドを塗って2段目以降の編み紐をすべて輪にしていきます。輪にして編むことで1段ずつの大きさが同じになり側面がきれいに仕上がります。7本の輪が作れたら2段目を編んでいきます。編み紐の先端が外側から見えないようにセットしていきます。縦紐左から3段目の裏に紐の先端が隠れるようにセットしていきます。縦紐の3本目ですね、左から数えて3本目の裏に編み紐の先端の部分がちょうど見えなくなるように洗濯バサミで2箇所ほど固定すると編み紐が動きにくいです。2段目も同様に互い違いに1段目とは逆の編み模様になるように編んでいきます。角は8段すべて編んでから折ろうと思うので、まだここでは2段目以降は折らずにふんわりと編んでいきたいと思います。ただ紐は上に浮き上がってこないように洗濯バサミで留めながら編んでいきます。洗濯バサミを1段目の取ったらまた2段目の上からはめ留め直すというふうにやっていきます。3段目は1段目と同じ縦紐左から2番目の裏に縦紐の編み紐の先端が隠れるように編み始めます。
縦紐の左から2番目の裏に編み紐がの先端が隠れるように編んでいきます。奇数段と偶数段で編み始めの位置が変わっています。紐が上に行かないように洗濯バサミでしっかりと固定して紐を押さえながら編んでいきましょう。角は折らずにふんわりとしておきます。縦紐はまっすぐ上を向くように洗濯バサミで留めておいてください。4段目は2段目と同じ縦紐左から3番目の裏に先端が隠れるように編み始めます。編み紐が途中でずれないように洗濯バサミでしっかり留めて編んでいきます。8段すべて編めたら、あとは先ほどと同様に7ミリほどの長さに切り揃えていきます。ボンドを塗って外側と内側に縁紐を貼っていきます。これは先ほどと同じです。縁紐は45センチが2本6本幅で必要です。外側と内側に縁紐が貼れたら完成です。ボンドは乾くと透明になります。今回は編み紐を追いかけ編み、平編み、2通りの方法で紹介しました。初めての方は2番の平編みで編む方法の方が形が整いやすいのでおすすめです。次回はこの左のかごの蓋付きの部分を紹介したいと思います。蓋の部分に穴を開けるとミニティッシュケースの箱になります。穴を開けなくても可愛い蓋付きかごになりますので、ぜひ次の動画も参考にしてみてください。高評価、チャンネル登録していただくと後で夏倉の動画を見つけやすいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。今日もご視聴いただきありがとうございました。